やっぱあの骨盤のね回転が大事だから、こういうのって、バッティングは骨盤の回転を上に伝えて伝えて、ここでボールのインパクトで弾きます。骨盤が大事だから、まあ土台は足だよね。一回やってくださいじゃん。ゆっくりゆっくりね、スローモーション、こうね。まず打ちそう、打ちそうだな。そうなんです、出てくるとこおかしいね。ほらほら、わかる、腰が振り切れてる。めっちゃ腰の使い方。これでこの上に伝えて、下半身の使い方で、インパクトでちょっと力をクッてクッて入れて、全然力入ってるから、開かない。絶対巻きるじゃん。え、ちょっと起こしてみて。あああ、じゃない。あ、まあまあまあ、いや、ミステイク、ミステイク、はい、ほら、これね、下半身の使い方、なんでそっかかってる。いや、力伝えるんだったら、うん、一緒に行かなきゃダメなんですけど、ね、うん、はい、先だけ下半身だけ回って今こうなってますよ。それ結果上半身の力だけで言ってなるほどね。俺の意見は参考にしつつね、参考にしつつ、つきます、はい、もう出します。そう、そう、一緒に回って、一緒に回って、一緒に回って、もう回りきる、ぎゅう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 、バットバットやん。違う違う違う、これでこのね、ここが大事なんです、インパクトが。ボールあるじゃないですか、ボールがこうきます、でこう下半身で巻き込んだ力を伝えて、ボールの下っ面を当てるのね。そう、なるほど。ここでちょっとこの、そこ芯じゃないです、そこ芯じゃないです、芯はダメ、芯ちょっと詰まってるからちょうどいい、ちょうどいいんです。で、ここで芯外してから、このボールの下半分を叩く。で、バックスイングのね、はい、ボールに、うん、で、こう、こういう放物線を上げたいと。なるほど。今日あれでしょ、制限言ってる意味分かってないでしょ。分かってない。じゃあ、ガッツポーズしましょうか。おー、だから、ちょっとパンチ本気でするときってどう？こうでしょ、うん、こう絶対ここで勢いつけるでしょ、うん、こう投げるのも一緒なんですよ。あ、これが打つのも一緒なんですよ。やっぱ最大に力伝わるとこって決まってるんですよ、うん、あ、人、人、人間の中こういくもんね。今京平のバッティングはまあこうこの辺から出してるんですよ。あ、パンチをこっから出してるんですよ。あー、なるほど。こう出してる、ニコパンチ。でも全力ってなったら絶対こういくでしょ。あ、まず振りかぶる、まずバッティング。そう、だそれなんですよ。だからこう振り出す前に着地します。この辺なんですよ、本当は。この辺から出していく。ここからここ出して。そうです。出すと気合いがここから出てるんで。ああ、確かに。で、力つけてるんですよ。こうやって、次の時がもう、ここが一番力入る。力入る。で、こう、クーッといって、おい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 。足ついたぐらいじゃないけど、そうそう。こう、ついた時にマックスに。足上げて、下ろす時にテイクダウン取る。足上げます、上げます。ここで一緒に遅れていく。そうそうそう。で、ついた時が一番力が入る。そう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 。そっから振る。こんな感じじゃなんないよ、絶対。なんだなんだなんだ。そうして、こう持っていくわけです。こうだからね、バット極論で、右肘、そう、基本的に今こう出してるけど。ああ、なるほど。いいバットはこう出ますから。あー、そうだね、そう、テールが出るもんね、やっぱり。テール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 って言わないですね。牛さんに出てくるテール。ここからやっぱ行かないと。分かりやすい。ボールに対して。で、捉えるとこ一緒ですから。うん、こう捉えればいいです。あ、もう、ここで。うぇぇぇぇぇぇぇ右肘開いてない。その持ち方。いいフォームですよ。バーン。え、ちょっとリボンさんやってみて、振ってみてよ。ついに、リボンの見せたら、ついに来るわけだ。リボンの色見せた。俺まだ、未だに信じてないもん、リボンが野球やってたって。俺も信じてないもん、正直。俺、いや、バッテから入る、バッテから。バッテから。バッテから。いや、バッテが一番かっけえから。ちなみにリボン戦好きなんだよ。なあ、今日ね。道具ガチ勢が。素人がしたらバッテが一番かっこいい。バッテが一番かっこいい。これ大事だから。それだけでもいい。100。リボンさん左なの？左。リボンもう似合うなしよ。普通かっこいいな。あめっちゃかっこいい。髪型が台無しなんだよ。すごいよ、これいつら。本当はヘルメットかぶってるんだよね。そうだよね。もうかぶってるみてえだけど。ここまで来て、ここでブレーキかけないと。
右足でちょっとね、そう、ちょっとこのキュッていうね、ブレーキをかけつつ、ちょっとここで力を逃がすない、これ大丈夫。組み合わじゃねえの。でも僕は試合だと平くんで、今はノンステップ。そう。ノンステップ新しいワードです。ノンステップ。ノンステップっていうのはもう、こう、ステップしない。そう。もうタイミングだけ合わせて、もう確実にヒットを狙いに行く力ですね、これも。すぐ来て。ちょ、キャプテン見せてください。やばい。俺は簡単だよ。まあ悔しいけど、多分リボン野球やってたわ。あ、これは悔しい。多分。これは悔しい、俺、片っぽでいいから、待って。そうね。あ、試合も。試合の違い両手つかないとこ、ガンといけや。やばい。ここで、ここでる。やばいよ。やばいじゃねえかよ。やばい。俺は大体この辺まで考えた。俺は、こう、離す。ああ、でも、はい。こうやってやると、なんか、グッてなっちゃうから、大きいんで。そう、だから俺、もう、こっちもブラブラ、もっと次。もう、こっち、あんま力入れない、こうやって。で、こう来た時に、俺はもう、ここだからトップがもう、力マックスまで溜まってるし。で、ここで、やばい。表紙。絶対打つな。表紙。表紙だ、表紙。かっこいい、今の構えだって。Z の表紙だ、今の。めっちゃかっこいい。ここで構えて、ボール来ます。来ます。これ、こう、肩作ります。この腰。来たー！はつきさんの理論を知ってほしい。いや、俺なんてもう、任してや。いや、理論でホームランを打てるから、まず。理論でホームラン。かわいいやつ、作れるんで。じゃあ、これ、まず、あれ、これもう、つけるのかっこいいんだけど、このキッチポケットに入れるのかっこいい。あそこから入って、つけない。なんでつけない。これがかっこいい、野球の選手。あ、そこから入るの？そう。で、まず、こうやんの。ああ。そこはもう、もう決まったの、打つ場所。決まった。はい、あ、もう決めてない、今。あ、ストライクゾーン小さく見せる。すげえダサいよ、それ今。いや、これが一番ね。力入らない。やばい。で、ここで、もしかしたら、あ、やべえなってたら、ここで引けば、ストライク。それストライク。で、たぶん、一塁側にしたの。今ね、完全アウト。やばい。で、フォアボールで一塁を目指します。あ、打たないんだ。もうこう狙ったらフォアボール行くぜ。無理に出ること優先。バッタ、こいつバカだ。もう少し演技上手くなる。ちなみにこれルール解説しますと、あの、さっきハーフスイングしてましたけど、ここで止まってましたね。これどこからがスイングなのかっていうと、これフェアゾーンに行く角度がもうスイング。あ、そうなの？当たった時に。いや、でも俺もそうしなかった。なんでやねん。だから、ここで当たったら、確率にファーストに行く。うん。ああ、うん。で、フェア、この角度。うん。これは多分ファール。ああ。ここ当たるとギリギリファールなの。うん。だから、ギリギリのファーストに、この辺で止まんないと思う。これでやっともうセーブで、ああ、ここまで来てたらもう絶対前に飛ぶから、ああ、ストライクって言われる。だから恭平が言った急に言ったこのグリップが出せやっていうのは、このギリギリまで見極めるためなんです。こう出てたらもう止まんないですよ。止まんないね。そうだな。こう言ってても止まんない。もう絶対フェアなんですよ。かっこいいやりたかったら、セーフティーバントの構えをして空振り。あ、それ俺めっちゃ得意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 やるやるやる。めっちゃ得意。これめっちゃかっこいい。ピッチャー投げまし、待ってストライクゾーン小さい。ピッチャーね、球投げました。腹立つな。顔何それ。また腹立つな。投げました。うぃでもガチで打席立ってみたいでしょ。怖い。球怖い。キャッチャーやってる正義がすげえなって思う。怖いね。怖いよね。だってちょっとピーンってやって、こうピーンって当たるじゃん、あれ。かすったやつとか。いっていいやん。ちょいで。でも野球やんないわ。打席立っちゃえよ。立ちたいね。何キロぐらい打ちたいの？160。
うん、やっぱ俺、あの 前ね、メインチャンネルでやったんですけど、うん、150当たるんですよ、ちゃんとしっかり、うん、160っていうのをね、試してたからっていうね。え？そう。